守り道のためを貸し込みて旦那に怒る気まと熱なり新軍の旗の風22号。はい。社長から何か話があるそうだ。22号、安藤俊作君だね。はい。まあ、かけたまえ。夜更けに突然呼び出したのは、実は君にも銃を取って戦ってもらわねばならぬ時が来たんだ。銃を取って、じゃあ僕にも招集令が。君は遠山紡績工場のストライキの死亡者として拘留されていたんだが、招集令は陛下のご命令だ。直ちに現隊に入隊してもらわねばな。だが安藤君、この際特にお願いしたいことがある。君の従来の主義を捨ててもらいたいんだ。君が職工の待遇改善を叫んで工場でストライキを起こし、だがこの世の中で不平のないものは一人だってありゃしない。労働者側に言い分があれば資本家側にもそれ相当の言い分があるんだ。その不平、その言い分をお互いに忍び合って手を握っていくところに国家の範囲があるんじゃないか。いくら綺麗な草花だって一本じゃ花園はできんからな。まして、今は階級だの葬儀だのと国内で、騒いでる時ではある。半万抗日の風潮に踊って狂気にも品は挑戦的態度に出てる今日、日本としては東洋平和のために、また世界の平和のために断固として養生しなければならん時な。安藤君、僕は君に今までの心構えを改めて堂々と名誉ある出世の途についてもらいたいんだよ。それとも何か意義があるかね。所長、僕は生まれつき曲がったことの嫌いな人間なんです。不正はあくまで反映します。僕は今まで職工たちのために戦ってきました。しかし今次の国、日本に歯向かうものがあるとすれば、まず国家のために戦わねばなりません。僕は男として召集令の下ったことを嬉しく思います。男子の本懐であります。ああ、君からその言葉を聞けばもう何にも言うことはない。いろいろ準備することもあるだろう。早速帰ったな。はい、あ、
それから会社の方を紹介してきてるよ。専務が？うん、さっきから向こうの部屋で待っているんだ。いざとなるとみんな三国のために奮い立つ。日本のいいところだね。いや、どうしたい？元気かい？俊作君、いよいよ僕らも戦う時が来たよ。僕ら？そうだ、僕も君と一緒に出征することになったんだ。どうせ僕たちは同じ隊だ。おい、手を握り合ってうんと働いてこいじゃないか。皮肉なもんだね。君は会社側の代表、僕は職工側の代表としてお互いに争ってきたのにな。何言ってんだ、君はまだそんなことにこだわってんのか。葬儀は円満に解決してるんじゃないか。俊作君、なぜこれを不手に言ってくれないんだ。君と僕とは専務と職工という交友関係だけじゃないんだろ。小学校時代からの友達だし、それに軍隊じゃ同じ隊で同じ釜の飯を食った仲じゃないか。ただ僕が社長のせがれだったために専務になっただけの話じゃないか。何をこだわって僕の手を握ってくれないんだ。それとも何か僕に気に入らないことでもあるのか。僕は帰りたいんですが、女房が心配してるといけませんから。ねえ、ゆきちゃん、アイスクリーム食べましょうか。じゃあ三つ豆、やめろ、ところてん。うるさいわね、和製の女給みたいに食べたがってばかりいて。私今日は何も欲しくないのよ。興奮してんのね、ひろこが出世するんで。よしてよ、誰があんな人のことで。何せあんな殿様がいる。殿様がいる？そうよ、変に済ましてばかりいて人の気持ちも分かんないような私嫌いよ。言うわね、火事場のまといのくせに。振られながらも熱くなるっての。今はそんなこと言ってる場合じゃないわよ。ご覧なさいよ、私たち毎日ブラブラしてんの、なんだか申し訳ないと思うの。そうね、転勤しましょうか。転勤？ええ、あんたお金持ってんの？アイスクリーム代金20銭。バカね。恐れ入ります。どういたしまして。あら、まだたった5品？どうしてもっとじゃんじゃん頼まないんですね。皆さんご立派な方ばかりで、つい気が引けまして。まあそんな大いばりじゃありませんか。旦那様はご出世ですの？ええ。あ、ゆきちゃん、殿様があるさっそうとしてくるわよ。次郎さん、お忙しいの？あ、出生前に交番手入れしなくちゃならないんでね。何か用かい？いいえ、別に。ねえ、アイスクリームでも食べない？欲しくないな。あ、今晩送別会なんで、その時はさよなら。ところで詰めてみればよかった。いや、どうしても嫌だっていうのか。しかし、せっかく専務さんと一緒に盛大に送別会をしてくれるっていうのに、何も断ることはねえと思うんだ。あ、そうよ、俺なら喜んで飛んでいくよ。俺は生まれつき金持ちと大根持ちは大嫌いなんだ。
嫌いなもんなら無理とは言わねえが、だがお前よく考えなくちゃいけねえぜ。お前はお国のために戦地へ行くんだが、女房や子供は後へ残るんだぜ。お前だって戦地へ行くからにはそれ相当の覚悟はあるだろ。無論だ、生きて帰ろうとは思ってはしない。そんならなおさ、後へ残った女房や子供をどうするつもりだ。お前さえ頼みに行きゃ何とでもなるよ。あれで専務さん、なかなか話の分かる人だからな。いや、お前は木一本だから金持ちや太鼓持ちの虫のつかねえことはよく分かってる。だが今はそんなことを言ってる場合じゃない。お前には三国のために働かなきゃならない大きな責任があるんじゃないか。後に残ってる者の心配するようじゃ戦地に立ってろくな働きはできやしねえぜ。俺は送別会へ顔出しをした方がいいと思うがな。おめでとうございます。おい、どうしたんだよ、周り元気がないじゃないかね。とうとう来なかったな。来ないって誰が。誰がっていけない、まだユキちゃんが来たよ。いや、旦那の腐るのも無理はない。おい、親父何言ってんの。違うんだよ、僕の言ってんのは新作のことだよ。新作。うん、いけない旦那、新作だな、玉作だなってごまかしたって。あ、まなちゃん。おい、親父、違うんだよ、違うんだったら。ゆきちゃんどうした、ゆきちゃん。ゆきちゃんね、頭が痛いんですってさ。頭が、しょうがないな、旦那の送別会だっていうのに。きっと今夜神だと思うと顔見るのが辛いんでしょ。ゆきちゃん、殿様がいるにはもろになんだから。殿様がいる、なんだよその殿様がいるって。ゆきちゃんね、彼の中じゃ殿様があるが一番好きだった話。そんなくだらねえもの食うから頭が痛くなるんだよ。あっちゃな。あ、来た来た来た。旦那がお待ちかねだぞ。おお、赤い顔してるね。珍しいね、ゆきちゃんが酔ってるなんて。火事場のまといだもん、たまには赤くもなりますわよ。おめでとうございます。ありがとう。ごめんなさいね、こんなに酔って。でもこれ、あなたがご出世なさるんでお祝いにいただいたのよ。次郎さん、戦地へ行ったら立派なお手柄を立ててくださいね。でも、市内兵の鉄砲玉なんかに当たっちゃ嫌よ。鉄砲玉怖くちゃ戦争に行けないよ。ダメダメダメ、お怪我なんかなしちゃダメ。怪我するんでしたら、こんな指先ぐらい。いやいや、指先でも怪我なんかなすっちゃ嫌。そうそう、今のはそう。私、お国のためにあなたにうんと働いていただきたいの。日本の兵隊さんの強いところを見せていただきたいの。そうだよ、賛成。さあ、どうぞ旦那。旦那のために勇ましく歌おうじゃありません。よし、大いに歌いましょう。おい、みんな、遠山君のために元気で手に代わりと歌おう。Thank you.
最後ですもの。もう少し。じゃあ。ほらほらほら、ほらよし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 、おや、ほら、泣いちゃダメよね。ほら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 。どこへ行くの？専務のところへ行ってくる。専務さんのところへ？何しに？嫌いなところへ無理に行くことないじゃないの。お前たちを残していくのが不安になったんだ。なぜ？私たちが飢え死にするから。大丈夫よ、あんまり見くびらないで。私一人だって坊やを育てていくくらいの自信はあるわよ。それは分かってる。でも俺は今まで随分といろいろなことでお前や坊やに随分苦労をかけてきた。これ以上お前に心配させちゃう。何言ってんのよ。今までの苦労はお互いのことじゃないの。それにあなたはお国のために戦地へ行く。私は後に残って子供を育てる。当たり前の話だわね。あなた、後のことなんか心配しないで立派にご奉公してきてくださいな。あなたが凱旋なさるまで坊やはどんなことがあっても石にかじりついてもきっと立派に育てますわ。戦地へ行ってのご苦労に比べれば何でもないことなんですものね。もう専務さんのところ行くなんて言わないでくださいな。今あなたに嫌な思いさせたんでは私申し訳がないじゃないの。ありがとう。よく言ってくれた。ありがとう。バカね、女房にお礼なんか言ったりして。ごめんください。あ、いらっしゃいまし。警察の署長さん。あ、どうぞ。夜分お邪魔にあがってすみません。え、何かご用でも？いや、実は選別を頼まれてきたんですよ。選別を？どなたから？警察の留置人からだよ。君が出征することが分かるとだね、10日でも15日でも一緒にいた人が出征するんだ。選別をあげなきゃいけないってんで、留置人の全部がなけなしの金を出し合ったんだよ。間違って罪を犯した人たちだけれども、みんな愛国心だけは忘れないんだね。署員一同も非常に感激して、みんな住んで君のために戦慄を送りたいって申してたんだよ。あまりにも美しいことなんで、僕は喜んで仲介の労を取ったわけなんだ。金はほんのわずかだな。うちに我々所員の気持ちを買って快く納めてくれた。ありがとうございます。僕はこんな嬉しい選別をいただこうとは思いませんでした。お帰りになりましたら皆さんにも伝えください。僕はきっと皆さんのご期待に沿うように働いてまいります。承知しました。僕からもお願いする。十分健康に気をつけて大いに頑張ってくれたな。おい、俺はやるぞ。俺を激励しているのはお前たちばかりじゃない。何千万の同胞がいるんだ。ねえ、
姉さん、さよなら。さよなら。なんて顔してんのよ。なに？なんじゃないわよ。アイスクリームのお相手がいなくなったからって。そんな深刻な顔してみっともないわよ。マサちゃん。何よ。あのね、私戦地行こうかと思うの。戦地？あんたが。裸足で？裸足？そうよ。モロッコの網料理の向こう派つもりなんでしょ。違うわよ。そんな浮ついた気持ちじゃないの。今の駅の感激見たでしょ。戦地へ行く兵隊さんたち、見送る家族の人たち、万歳万歳って、私思わず涙が出ちゃった。私じっとしていられなくなっちゃったの。そうね、そりゃあ私だって汽車が動き出した時は泣いちゃったけど。でもあんたどうして戦地行くつもりなの。看護婦の見習いでも病院のご飯炊きでもお国のためになることなら何でもいい。私志願してみようと思うの。看護婦？まさか。でもあんたの白衣の家事ちょっと似合うかもしれないわね。そうね。私真面目で言ってんのよ。白衣の家人の前途を祝して所詮考えましょうか。ね。聞いたか今のニュース。北市でね、吉田部隊が大奮闘だとよ。吉田部隊って言うと次郎さんのいる部隊じゃない。ほら、旦那のいる部隊なんだよ。ゆきちゃんに聞かせたかったな。ゆきちゃんってば、戦地行くとか行かないとかって話だったけど、どうしたい。お父さん、私今日はゆきちゃんの選別いただきに来たのよ。選別？いよいよ本当に行くのか。私もまさかと思ってたんですけど、本当なのよ。昨夜決まったの。えらいもんだな。女の身で戦地行ってお国のために働こうなんて。私もすっかり感心しちゃったわ。私たちの仲間からゆきちゃんのような人が出たのは私たちばかりじゃなく、この土地の大きな名誉だと思うわ。そりゃそうだよ。たとえどんな境遇にあってどんな商売をしていても、いざとなると日本の女はみんなこの域だとゆきちゃんは身をもって示してくれたんだわ。だから私たち本当派手に送ってやらなきゃ申し訳ないと思って選別集めに回ってんの。そうか、よし、俺もうんと弾んでやるよ。そう、すいません。ゆきちゃん、さっき川間の方々、思い出に東京の街を見てくるんだって出かけたけど、どうせ後で挨拶に来ると思う。
これちょうだい。はい。あ、それからクラブ歯磨きもちょうだい。大変お世話になりました。あ、やっぱりあの時の。おかげさまで主人も無事に出世いたしました。それは結構でしたわね。旦那様、北信の方ですか、上海の方ですか。よくは存じませんけど、何ですか、吉田部隊とかに加わりません？吉田部隊、そうですか。ご商売はいかがですか？思うようにいきませんわ。慣れないもんですから。旦那様はご出世になってからお始めになったんですか？ええ、遊んでもいられませんので。ほら、買ってこよう。今のいくらだよ。あ、よし、言ってんです。行こう、行こう、買ってこよう。大変ですわね。そのうちに慣れますわ。じゃあ何かい？その親子の方を俺に引き取れってのか？そうなんです。町の中で慣れない花売りをしているよりは、お父さんのところで働かせていただいた方が、あの方もどんなに楽だか分かりません。そりゃそうかもしれないよね。ねえお父さん、私看護婦の見習いとして戦地へ行けば、もう生きて帰れるかどうか分かりませんし、私の最後のお願いです。ここに皆さんからいただいた選別と、わずかですけど私の貯金があります。これを置いていきますから、どうぞあの方を引き取る足しにしてください。だってゆきちゃん無一文じゃん。いいえ、向こう行けばお金なんかいりませんし、私は皆さんのご厚意だけをいただいていけば結構なんです。ねえお父さん、どうぞ気の毒なあの方を引き取ってあげてください。分かった。ゆきちゃん、お前さんは偉いな。承知したよ、承知したよ。じゃあ、ああ、引き取ると思う。立派にその方は引き取るから、安心して働いておいて。すみません。いいとも、いいとも。しかしな、戦地行ったら体を気をつけて。え、何、殿様ガエルなんか食べちゃダメだよ。殿様ガエル？しかしさ、どこの方か知らないけどもさ、その親子の方は引き取ってあげたら、そのご主人って方も安心して送りのために。どうぞ皆さん、どうぞ。あ、手紙ですか。かしこまりました。
新聞もありますよ。あ、わかりません。あ、みんなで分けて飲んでください。こんにちは。ご苦労さんでございました。正直皆は今までよく戦ってきた。しかもこうして元気旺盛は隊長の喜ぶところである。しかし本当の戦いはこれからである。今や我々は10名の戦友を失う。その亡くなった尊い生命を夢無意にしてはいかん。分かった。いい気だな。十五夜だぜ、今夜は。どれで一段汗えたり脳腫のせいか。家人に天心なら早速やらかすとこだな。お前、なかなか詩人だな。そういうことはないがね。しかし、月はよし。虫は鳴いてるし、これで団子でもあれば鳴いているのも同じだな。ああ、たくさん食いたくなった。汚い剣心だな。おい、松田。ん？お前何してるんだ？お袋の手紙読んでるんだよ。こんな明かりでよく字が読めるな。字なんか見えるもんか。ああ、読めねえじゃねえか。何？前に来た手紙だから文面暗記してるんだよ。ただ毎晩こうやって出してみないと気が済まないんだ。そらへんか、とんだ幹事長だな。だけどなんだな。お袋なんてそばにいるとなんだかんだとうるさいけど、離れてみるとやっぱり懐かしいもんだな。この野郎、変に里心つけるな。一本どうだい？あ、君の女房と子供な、塩瀬の親父が引き取ったってじゃないか。知ってる。女房から手紙が来た。あ、そうか。そりゃよかったな。だけど、世の中って不思議なもんだな。え？僕はあの芸者とてもよく知ってんだぜ。これで君も安心したろ。僕は君に頼まなくてよかったと思ってるんだ。何？君はまだ何かこだわってんだな。おい、新作。僕は友達の君にそんな態度を取られるのはとても辛いんだ。はっきり言ってくれ。僕の道具はどう気に入らないんだ。君、少し黙っててくれたまえ。僕は疲れてるんだ。第三分隊を引き連れてこの山裏から敵の背後に回ります。よし、行け。第三分隊は行け。
お千代さん、そろそろニュースの時間だ。はい。あの、おや、そんなものは他のものはやりますよ。あんたね、そんなに働かなくたっていいんですよ。でも、遊んでいっちゃおゆきさんに申し訳ありませんわ。うん、こまんと。あんたはね、坊やのお相手さえしてりゃいいんですよ。ね、さあ、行きましょう。はい。どうしました？どうした？何ですか？急にめまいがして。あんまり働きすぎるからですよ。大丈夫ですか？それにひどく胸騒ぎが。胸騒ぎが？あ、この神奈川に飛び込め。はい、君はどうする？僕はこの男をずっと渡って行って敵の収拾を全部僕に集めるんだ。その間に君はこの川を渡るんだ。いいか、その川さえ渡ることができればあの茂みの間を迂回して行けるし、この線さえ突破できればあとは死活正確だからな。おい、何をグズグズしてんだ。僕は嫌だ。何？おい、君はこの銃弾の際にまだ僕に対応しようというのか。俊太君、なあ、僕が土手を行く。ジロ、僕が悪かった。おい、しっかり頼むぜ。さよなら、俊太君。俊太君。
急所は外れているんだが、出血が多かったんでね。気がついたか、新作。次郎さん、わかるか、わかるか。部隊は、吉田部隊は。安藤、安心してくれ。我が部隊は、君のおかげで陣地を確保することができたぞ。次郎、悪かったな。ちっぽけな理屈にとらわれて、偏屈すぎたんだ。昔のように、友達になってくれ。手を握ってくれ、新作。次郎、お家に行ってくれ。苦労かけっぱなしで。でも少しは国のために尽くすことができたんだ。新作、新作、新作。気の毒でしたわね。なぜお泣きになるの？なぜ喜んでくださらないの？主人はお国のために死んだんですのよ。そろそろニュースの時間ですわ。さあ、あちらへ行って聞きましょうよ。に戻ることになったよ。そう、住宅の弔い合戦だ。うんと働いてくるぜ。じゃあ私も張り切って働くわ。死んだら骨を頼むよ。もしご無事でお帰りになったら。無事で、その時は仕方がない。アイスクリームでも何でも一緒に食べてあげるよ。本当？あ、そろそろ出発の時間だ。さよなら。次郎さん。
なんだい。元気でいってらっしゃい。あ、ありがとう。軍に罪驚く正義